皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて S のファミ通紹介をしていきたいと思います。追加される仲間たちの知られざる物語、その内容をいち早くご紹介します。キャラクターボイス、新要素の追加、多数の改善が随所に施されているドラゴンクエスト 11S。 今回は本作ならではの新要素である仲間たちの新ストーリーの一部を公開します。またゴージャス版と夢のゴージャス版の特典につくボイスドラマの物語も追求します。キャラクターごとの追加シナリオに突入するといろんな演出があります。主人公と仲間たちが離れ離れになるタイミングがあります。追加される物語はその間に起こった出来事が中心になります。シルビアの決意とは一体何でしょうか。パレード結成まで描かれます。シルビアが語るあの子たちとは主人公たちのことでしょうか。一年揮発した様子のシルビアですが、この後にどうやってヨダスケパレードを結成するのでしょうか。キャラクターを操作して冒険、探索、バトルに挑みます。現段階で明らかになっている追加ストーリーは基本的には主人公と共に行動をしないタイミングで起きるあれこれが中心です。それぞれの物語ではプレイヤーが仲間を操作して冒険することになるようです。どんな出来事が起きたかをしっかりと把握しておけば、再びパーティーが結成した時に得られる感動も大きくなることでしょう。カミューとホイミスライムがダンジョンを探索します。新しい強敵との激闘も待っています。ニマ大使がローの前に立ちはだかります。新しい冒険が追加されるということは、当然クリアするためには乗り越えなくるべき強敵との出会いも待っているということです。どんな強敵がプレイヤーを待ち受けているのかは分かりませんが、そうですね、ローは恩師であるニマ大使と戦うことになりそうです。あの仲間たちを率いてバトルもできます。仲間たちそれぞれのストーリーでは縁のある者たちとパーティーを組んで戦うことになるようです。シルビアの場合は、そうですね、なんかモンスターがいますね。まあ、ちょっとよくわかりませんけど、そうですね、ちょっと11に関してはよくわからないんですよね。ちょっとまともにやったことがあるのが5と8だけですからね。しかしステータスはシルビアしか表示されないようですね。なんかマザー2のあれみたいですね。なんかポーキーとかピッキーみたいな感じですね。シルビアを慕う仲間たちと共闘します。そうですね、11は主人公が一応ドラゴンクエストの勇者として参戦してますね。カラーチェンジで、他のキャラクターも他の勇者も使えるとか、ククールとかそういうやつ、テリーとか、5の主人公をイメージした勇者も使えますね。そんな感じで今回はこの辺で、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて S のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。